はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病患になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、一滴の血液からですね、13種類のがんをね、発見できる検査装置を開発したというね、素晴らしいニュースがね、飛び込んできました。大手家電メーカーであるね、東芝がですね、東京医科大学などとね、共同でね、たった一滴の血液からね、13種類のがんを発見できる検査装置をね、開発したんですよ。すごいですよね。一滴ですよ。あんなにこうね、毎回血液検査でね、僕なんかね、この病院行くたびにですよ、試験管何本をね、取られてる、まあ取られてるというか、まあ取っていただいてるんですけども、まあその毎回の検査のでのね、その量よりもね、ほんの一滴のね、血液でね、調べれる技術がね、ほんとすごいですよ、ほんとにね。ほんでね、その技術なんですけども、その、なんていうんですかね、がん細胞が血液中にこの放出する、核酸分子のね、濃度をね、検出する仕組みなんですって。まあ、その、がん患者と健常者、まあね、病気してない人とのね、99% のね、精度でね、こう識別することにね、成功したようですよ。99% すごいですよね。まあ、そのだから血液中にがんのそのもののね、核酸分子っていうのがね、あるのかないのかっていうのと、そしてその濃度、濃さですよね、もうね、検出できるんですよ。まあこの数年以内にね、実用化に向けて2020年からね、実証試験がこう行うって言ってますけども、っていうかまあ2020年からというよりも、そんな風に伝えるよりも、まあ今年から始めてほしいですよね。ほんまに。ほんまむしろ今からやってほしいもんですよね。まあ、それもちろん、そのね、保険適用内ですよ。ねえ。まあ、検査結果はですね、その血液採取、血液検査採取してから、2時間以内で出るようです。装置はその持ち運びが可能なタイプの小型タイプらしくてですね、まあこれぐらいかどうか知りませんけども、まあその検査価格は2万円以下を想定しているようですね。まあでも2万円以下で、まあその保険聞いたら、だいたいみんな3割負担やから、まあ1万4000円ぐらいはかかるかもしれないですけども、でもそこは病院によってね、設定価格が変わると思いますのでね、まあなんとも言いませんけども、まあぜひともこう、リーズナブルにね、やってほしいものですね。ちなみにその検査装置はね、さらにすごくてですね、その 99% の精度でそのがんのね、種類などもね、こう識別できてですね、このステージ0と呼ばれるそのごく初期の、ほんまに初期のがんも検出できたというんですよ。だから超早期発見ですよね。まあ、これはこの全国の病院がですね、がん検診にね、取り入れるべきですよ。ねえ、まあ、今の段階では、まあ、検査して、まあ、2時間かかりますけども、検査結果がね、まあ、出ると言われてますけども、まあ、もっとこう、技術が発展すればね、1時間で検査結果が出せれるようになることだと思っております。でもまあ、それができるならね、このがん検診以外のね、僕らがまあ、やっているこのね、血液検査、普通のね、採血の血液検査でも、こうもっと早く血液検査のね、結果がね、出せれるようになるんちゃうかなと思いますね。でもまあ、昔は知りませんけども、まあ、もっと時間かかったんですよね。昔はね、今の時代になって、で、この今の科学技術と医療の発展によってですね、まあ、この今のスピードになってきたと思えばですね、まあそんな贅沢は言えませんよね。まあでもね、まあ、このような素晴らしい新しい技術は、まあ早急にですよ、実践していただきたいもんなので、ね、病気の早期発見、早期治療にね、期待できそうですね。がんでだけじゃなくて、他のやつもね、その検出できそうですけどね。技術の詳しいのはですね、今度の12月3日からかな、福岡で開催されるその日本分子生物学会年会
で発表される予定です、ね、そう、まあ、よかったら調べてください。僕もちょっと見ときますんでね。12月3日から8日にかけてだったかな、うん、まあ、期待できそうなんでね。まあでも、こんなね、素人がそんな見ても分からないと思いますけども、ね、きっとニュースにもなると思うんでね、今後ね。まあ、誰か詳しく話してくれたら幸いでございます。まあ今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいとってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。